ヒラ紫シは新たな挑戦をし、多くの新しい表情や姿を見せ、ファンを魅了し続けている。彼はまさに広告界の新たな王者となるだろうか。広告の世界は常に新しい顔への探求と、その顔が持つ無限の可能性に満ちています。そして、この世界で輝く一人の若きスター、ヒラ紫シが新たな広告の舞台に姿を見せました。 平野紫仕様の CM が決まるたびに、彼の人間性に惚れた企業からのコメントも多く寄せられています。彼は今、CM キングの道を爆走しています。彼の新たな挑戦と多彩な表情は、ファンを魅了し続けています。彼は、みんなを生きるな、自分を生きよう、という学校のコンセプトをリアルタイムに体現しており、これからもますますの活躍が期待されます。 液体ヒ比スとルファ e x シリーズのイメージキャラクターに選ばれた平野仕様。彼は旧ジャニーズのキングプリンスに所属していた2021年にも同社の CM に出演し、その時から彼の才能はすでに広告界に注目されていました。彼が所属するエンターテインメント会社、トベニー遺跡し、独自のグループナンバー、愛を立ち上げてからわずか5ヶ月の間に、彼の出演する CM は急速に増加しています。 平野の広告キャリアの最新アキラである池田も反動の無比に起用されたことで彼はこれまでの3ヶ月間で4社目のイメージキャラクターになりました。その圧倒的な人気と今後の活躍を見据えると2024年が終わる頃にはこの数字はさらに増えるかもしれません。彼の広告出演だけでなく SNS 上でも平野の影響力は絶大です。彼がカフェでレモネードを飲んでいる写真を投稿すれば そのカフェは長蛇の列となります。彼がルイ・ヴィトンのコーデを披露すれば、そのアイテムは瞬く間に売り切れとなるほどです。このような規格外の商品訴求力を持つ平野を使いたがる企業は数多く存在します。また、平野はファンとのコミュニケーションを大切にし、インスタグラムの質問箱、機能を積極的に活用しています。昨年の夏、彼が、カに刺されましたかという質問に対し、まだかな。もう奴ら来た。 そんな時はあれしかありませんなというコメントを残しています。このコメントは彼が無比を愛用していることを匂わせるものであり、ファンタシーに大きな話題となりました。実際、平野はプライベートでも無比を愛用しており、僕にとっても欠かせない商品とコメントしています。彼は過去に自身が汗かきであることを明かし、かからの刺されを防ぐために常に無比を愛用していたことも語っています。 彼がジャニーズ時代にスポンサーへの感謝を込めて無費を使い続け、その習慣が今も彼の生活に根付いていることが伺えます。企業からすると、広告出演だけでなく、プライベートでも自社商品を愛用し続けている平野の姿勢は非常に魅力的です。彼の自然な魅力と、企業への配慮が、ますます彼を広告キャラクターに起用したくなる要因となっています。平野仕様は、新たな広告の舞台で数々の挑戦を続け、 その人間性と才能でファンを魅了し続けています。彼の広告勤務としての道は、これからもますます輝きを増していくことでしょう。この驚くべき旅は、まだ終わりではない。平野耀の今後の活躍から目が離せない。何が彼をここまで成功させたのか彼の広告キャラクターとしての魅力は何だろうかそして、彼の次なる挑戦は何だろうか平野耀の素晴らしい旅が、これからも続くことを願わずにはいられない。 この物語の終わりはまだ見えていません。平野仕様の広告キャリアは、さらなる新たな展開や挑戦を期待させます。彼の広告活動に対する期待と、彼のこれからの成長に注目が集まります。